バレンタインあげるけど
頼りにはしないみたいな。ああ、はいはい。それを告白するのきっかけとしないみたいな。すごいね。方が、もしって、え、好きな人がいて、バレンタインを渡します、そこでは言わない。言わない。それは、ちゃんと、てか私すごく話されたいタイプなんで向こうからね言われたい。でも女の子としては一緒だよね。はい、だから、例えばアピールする一つとしてバレンタインはまだ絶対に好きな人にあげた方がいいと思う。じゃあ好きな人だけにあげる。はい、好きな人だけにあげる。あ、好きな人だけにあげるわけでもない。そうなんだ。お世話になった、そう、お世話になった人とかスタッフの皆さんとかにもあげるけど、好きな人はちゃんとメッセージ入れとくとか。ああ、そっかそっか。なんで、なんでメッセージ入れる。もし好きな人いたらっていう手だったら、好きじゃない人だったら、例えばいつもお世話になってます、ありがとうございます、これからもよろしくお願いします。はい、あ、どこに行くの？じゃなくてメッセージしちゃいます。で、はい、で好きな人はちょっとこれって気あるかなみたいな思えるようなメッセージを書きたい。例えば告白でなくて、なんか好きで付き合ってくださいみたいな感じじゃないですか。で、なんかこれからもよろしくね、好きだよ、笑うで、ね、書いといて、え、すごい、やってくださいって言われてないし、これって納豆なんやろって。でもなんかいいね、ゾクゾクする。はい、もうだから何も求めずに、私だけみたいな。がいいです、バレンタイン。バレンタインはやっぱアピールの一つとして使いたいです、って感じです。はい、買ったので、はい、これからいい匂い、いい匂い、しかも可愛い、ね、デコレーションもしていきたいと思います。はい、今回どうですか？違うぞってところが見せられます、そうだね、今年のねバレンタインもぜひチャレンジをしてみてください、